お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 埼玉西武ライオンズベースボールカード2024の開封動画でございます。こちらはワンボックス18パック入りで1パック7枚でございますので、9パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の9パックやりたいと思います。では前編の9パックやっていきたいと思います。まずはですね、前編の1パック目でございます。ちょっとねずれてしまいました、失礼いたしました。では改めてね、1パック目でございます。青山みなと投手でございます。で、陽気な、ドミニカンズですよね、ヤン投手とアブレイル投手のカードでございます。アブレイジ投手でございます。ちょっと噛んでしまいました、失礼いたしました。ヘスス・アギラ内野手でございます。野田海人捕手でございます。で、こちらは海野博士投手のカードでございます。ちょっとね鏡が映ってしまいました、失礼いたしました。で、山川穂高選手の FA に伴って、人的保障で加入いたしました。ソフトバンクからですね、西川マナーや外野手でございます。キラでございます。で、水上義信投手でございます。また失礼いたしました、2袋目でございます。渡辺健人内野手でございます。高橋光成投手でございます。で、佐藤俊介投手のこれはフラッシュカードでございます。大曲蓮投手でございます。糸川亮太投手のキラでございます。で、中学時代のチームメイトって書いてますね、海野投手と松本投手のカードでございます。外崎修太内野手でございます。3袋目でございます。で、チームロングですね、高橋投手と今井投手のカードでございます。児玉亮介内野手でございます。長谷川慎也外野手でございます。ロマンあふれる大砲コンビですね、村田内野手とアギラ内野手のカードでございます。で、これエスペランサカードでございますね、これね、羽田選手のカードでございます。50C でございます。はい、続けていきたいと思います。羽田慎之介投手のひらでございます。で、ライオンズのマスコットでございます。4袋目でございます。本田圭介投手でございます。で、これブルーカードですね、住谷銀次郎捕手でございます。また久しぶりに帰ってきました。若林学人外野手でございます。
でビーストカードですかね、竹内夏樹投手のカードでございます。ちょっと横になってるわけはですね、私の顔が映ってしまいますのでね、ちょっと斜めに撮影していますのでご了承ください。外崎修太、外野手のキラーでございます。鈴木翔平、外野手でございます。田村一郎投手でございます。五袋目でございます。村田レオン内野手でございます。佐藤隆成内野手でございます。かつてね、北海道日本ハムファイターズにも在籍しておりました。ジェフリー・ヤン投手でございます。で、杉山春樹投手のカードでございます。海野博士投手のキラでございます。で、ブルーカードですね、竹内夏樹投手のカードでございます。で、平海馬投手でございます。はい、6袋目でございます。今井達也投手でございます。アルバート・アブレイユ投手でございます。杉瀬名捕手でございます。で、令和の牛若丸って書いてます。児玉内野手と滝沢内野手のカードでございます。若林学人外野手のキラでございます。で、岡田正俊捕手でございます。宮沢大成投手でございます。今ね、6、これで、7袋目でございます。昼間拓也外野手でございます。これはコルデオ、外野手でございます。成田、これはハルセ投手でございます。で、これはビーストカードですかね、豆田大志投手のねカードでございます。今井達也投手のこれはキラでございます。西川真奈也外野手でございます。で、山村隆義内野手でございます。7袋目でございます。ごめんなさい、7袋目でございました。これはジェフリー・ヤン投手でございます。村田レオン内野手でございます。大曲蓮投手でございます。で、こちらは今井達也投手のねカードでございます。昼間拓也外野手のこれはキラでございます。平井勝則投手でございます。で、羽田慎之介投手でございます。で、今ですね、1,2,3,4,5,6,7,8、ね、ごめんなさい、1,2,3,4,5、ごめんなさい、9袋目でございました。ちょっと数えたんですけどね、これが最後でございます。ちょっと数をね、間違えてしまいました。大変失礼いたしました。では改めて9パック目でございます。高橋光那投手でございます。杉山春樹
投手でございます。カートでございます。杉瀬名捕手でございます。渡辺裕太郎投手でございます。佐藤龍聖内野手の、キラでございます。本山飛雄内野手でございます。宮川哲選手と、1対1の交換トレードでヤクルトから加入しました。で最後は黒田正也投手でございます。はい、以上で BBL 埼玉西武ライオンズベースボールカード2024の開封動画前編の9パック終わりたいと思います。で先ほど申しましたが、ちょっとね、数をね間違ってしまったことはね深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。で後日ですね、後編の9パックやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。